カモとはカモメカモカの鳥類のうち、狩りに比べて体が小さく首があまり長くないものの総称。分類学上のまとまった群ではない。冬場ではオスとメスで色彩が異なるがカルガモのようにほとんど差がないものもある。日本では主にカルガモ、オシドリなどが通年生息し、日本全国の河川や湖などで見られる。日本では多くが冬鳥であるため、 当期にはマガモ、コガモ、オナガガモ、スズガモなど多種が見られる。野生種では、生息数や、生息地の減少から、ワシントン条約や日露渡り鳥保護条約、日中渡り鳥保護協定、日米渡り鳥保護条約、ボン条約などの適用を受けている種も多く、生息地が、ラムサール条約に登録されることもある。日本では、鳥獣保護法において狩猟可能な種と時期、 地域、領具などが定められている。日本語と異なり、英語のダックなどヨーロッパの言語では、基礎語彙のレベルでは野生のカモとカキンのアヒルを区別しないので、翻訳に際して注意が必要である。バリキンもカモの範疇に入る。オスはドレークとも言う。中国語においても、日常会話では認知的に両者を区別していないため注意が必要である。カモは日本では、 古代から好んで食べられており、各地の貝塚から発見される鳥の骨の中で最も多いのがマガモの骨である。奈良時代のハリマ国風土器にはカモの甲が登場する。しかし時代が下るにつれ、貴族や支配階層の間では肘や鶴などが好まれるようになり、カモは庶民が食べる過当なものとされていった。肉食が一般的でない明治新前の日本で、 カモを含め庶民向けとされる野鳥類は、小類やアレミの霊など一時の霊害を除き、肉食禁断霊の対象外だったため、一部の地域で食用とされた数少ない鳥獣類だった。カモ鍋やジブニ、すき焼き、カモ南蛮などが代表的だが、臭みが強く食用に適さない種もある。カモ鍋はネギと煮るが、江戸時代にはセリと煮て臭みを取っていた。 イハラサイカクは町民にとってカモナマスなどのカモ料理は、イタリ、料理、最も贅沢な料理の典型と書き残している。今日、カモ肉の名称で流通しているものの多くは、アヒルの肉であるが、アイガモや野生のマガモなどもしばしば食用とされる。脂が乗る冬が最も美味しく、旬の季節である。海外でも牛肉、豚肉、鶏肉、羊肉と並びよく食される。 市場では高値で取引されるため、北京ダックなど高級食材として扱われている。カモの卵も、鶏卵と同じように使われる。カモは渡りを行う場合、あらかじめ肝臓に脂肪を蓄えて、脂肪肝,肝になる。それを人工的に強制したものがフォアグラである。食用や採卵の他には、アイガモやアヒルガアイガン、羽毛採集、アイガモ農法などの用途で課金化されている。 雲は、軽量で保温が高く、ジャケットや掛け布団に利用される。アイガモやアヒルと野生の本種の間で遺伝子汚染がかなり進んでいるため、夜景など、同じように、課金と交雑が進み遺伝的に純粋なものはいなく、なるのではないかといった懸念をする研究者もいる。カモが木を背負ってくるカモ鍋にネギを入れると、臭みが取れて、美味しくなることから、いいことが重なってやってくること。また、 カモは利用しやすい人を指すことから食い物にしやすい人がこちらの利益になる材料を持ってやってくることも言う。転じて、詐欺や悪質商法のターゲットをカモと揶揄することがある。略してカモネギとも言う。重慶帝同士はカモの味いとこ同士の夫婦の中はとてもむつまじいということ。いとこ、いとこ根の甲を参照。隣の貧乏ガモの味人間の 他者の不幸を見て喜ぶ心情の様を表す。竹の不幸は、鴨の味、隣の貧乏岩の味とも言う。鴨の水かき楽そうに見えても、実は人それぞれ苦労があるということ。浮かんでいる鴨は、のんきに見えるが、水の中では必死で水をかいていることから。鳥の一般名のキジカタカナナの記事が、自然科学的な内容を中心とするのに対し、一般名の記事では、 文化的な側面や人との関わりなどについて解説する。ありがとうございます。